は削除します。シフトプラス E でメッシュから UVQ を選択。オブジェクトからスムースシェードを選択します。透過表示とワイヤーフレームにします。上半分を削除します。オブジェクトモードで S、Z で下に伸ばします。モディファイア追加からウェーブを選択します。モーションの X を消します。方線に追従のチェックを入れ X を消します。幅を 0.031 にします。狭さを 2.1 にします。高さを200にします。スタートポジションの X を 0.01 にします。時間の速度を2にします。ソリッド表示にしてタイムラインを再生します。炎の揺らぎができました。上段のウィンドウを2画面にします。シェーダーエディターにして炎に色をつけます。新規を押します。プリンシブル BSDF は削除します。追加からテクスチャ座標を選択します。次にマッピングを選択します。テクスチャ座標のオブジェクトとマッピングのベクトルを結びます。タイプをテクスチャにします。位置の X を 0.43 にします。回転の Z をマイナス45、スケールを X、Y、Z とも2にします。次にグラデーションテクスチャを選択します。ベクトルとベクトルを結びます。プルダウンを急上、二元式にします。次に数式を選択します。係数と値を結びます。プルダウンを押して乗算を選択します。値を 4.3 にします。次にカラーランプを選択します。値と係数を結びます。カラーランプを設定していきます。赤は DD0E0C、 青は Z0
0D68FF です。次にカラーミックスを追加します。カラーと色位置を結びます。プルダウンをカラーにします。係数を 0.893 にします。次に放射を選択します。カラーとカラーを結びます。放射とボリュームをつなぎます。レンダービューにします。レンダーエンジンはサイクルになっていないと表示されません。放射の強さ 0.3 にします。ここは模様の色の濃さをコントロールします。タイムライン再生します。カラーランプを調整します。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。